こんばんは。1月6日木曜日午後10時30分を回りました。4語頻語の夜第66回です。よろしくお願いします。今回は、珍しく硬派なタイトル、記者クラブというタイトルでちょっとお話をしたいなと思います。先ほどまで同じユーストリームの番組で3時間にわたって、まあ面白い生放送があったんですね。昨日、5日のことかな？総務省の、ここにも今、記事が載っているんですけど、ジャーナリストの畠山さんが、1月5日、総務省の、記者会見に臨んだんですけど、まあ、そこで、フリーによる動画配信を行ったんですね。まあ、それに対して、大手マスコミの方が食いついてきたということで、じゃんじゃんニュースとか、いろんなところで、記者クラブ VS フリージャーナリストというような、ニュースや記事が出ておりました。なんていうか、生放送というか、1月5日の記者会見を終えた後の感想というか、懇談というか、そういったのがユーストリームで行われていましたね。まあ、記者クラブについては、私もちょっと昔、見ついたことがありました。東国原知事が、宮崎県知事に就任した頃、彼が一番最初に言ってたのが、記者クラブを解体すると、なんだ、誰けあれは、長野県知事、元長野県知事の、田中康夫さん、ね、あの方も記者クラブをやっつける、解体するというふうに動いたんですが、うちの知事も記者クラブをどうにかしないかんということで、一時期は記者クラブが解放されたんですね。私も、オーマイニュース日本版の頃、ちょうどオーマイニュースの東京の方の本社の記者の方と一緒に、オブザーバーで、県庁記者クラブが主催する、知事の記者会見に、参加したことがあったんですけどね。まあ、知事はその頃、一生懸命記者クラブのあり方について話をしたんですが、まあね、僕もその知事の考えに乗っかって、オーマイニュースで何本か記事を書いたんですね。そしたらもう、県庁記者クラブから、もうダメ、入るな、来るなお前は、というようなことがあって、幻というか、一回だけの参加となりましたけど、でも、地方でネットメディアが、知事の記者会見に参加できたっていうことは、とても良い経験になったかなと思いました。まあね、畠山さんのように、僕もいろんな省庁の記者会見に参加したんですけど、やはりね、地方に住んでると、そういったチャンスがないですね。まあ、東京にいればね、お金があればね、飛行機に乗って、飛んでいきたいんですけれど、まあ、そういったわけにいかないので、今日の生放送を聞いてね、ああ、羨ましいな、俺も戦いたいな、というようなことをね、感じてました。まあ、その後、まあ、県庁以外での取材っていうのが結構あって、まあ、県庁クラブさんとの関係は、まあ、良いか悪いかわかりませんけど、県庁記者クラブで行われる記者会見にはその後も、何回か参加してますね。この前も、泉谷しげるさんの水平線の花火と音楽の記者会見とかにも出ました。古くはミッキーマウスがやってきまして、その時も、あ、いいよ、いいよ、入っておいで、入っておいでって言って、運よく記者会見の場に参加できましたし、割とね、なんなの？厳しいようでルーズなところって、
まあ、知事の記者会見だけ厳しいのかな。あとはもう、秘書課の職員の方が、ああ、いいよ、入っていいよ、っていう感じで、参加させてもらったんですけど、まあ、地方は中央に比べると、そんなに記者クラブの締め付けは強くはないと思うんですけど、たまたま都城に取材に行った時に、他の新聞社の方が、こそっと、ああ、県庁記者クラブはちょっと異常だもんな、って、いうような話をしてましたね。異常なんですね、県庁記者クラブは。でも本当、大前ニュースの方のおかげで、いい経験をすることができましたね。もう本当、僕も、チャンスがあれば、東京に行って、省庁の記者会見の場合、まあ、オブザーバーでいいのでね、参加してみたいな、という気もしますよね。そうなんですよ。フリージャーナリストは、東京だけにいるわけじゃありません。九州にもいる、北海道にもいる、もちろん沖縄にもいる。いろんな地方で大手マスコミが取り上げないような、問題を取り上げて、声を大にして、情報を発信してるんでね。そういった僕ら地方の、市民記者、ジャーナリスト、フリーの方をね、ちょっと、中央の方に声を出していきたいなという気はしますね。まあ今のところ PJ ニュースっていうところをお借りして、まあ、運がいいのか、ライブドアニュースの方でニュースが配信されてますのでね、今自分の与えられている、ライブドアニュースでの場所をちょっとうまく生かしていきたいなというふうに考えております。まあ、昨年は口蹄疫の件で、まあ、宮崎から全国に、ね、情報を発信することができて、まあ、非常に良かったかなと思います。まあ、今年はね、まあ、暗い話題よりも明るい話題をね、どんどん発信していきたいなと思ってますが、まあ、こういった大手マスコミが伝えないこと、大手マスコミ自体が問題となっているような、こういった記者クラブとかね、そういった国民に伝わっていないこと、ね、マスコミというフィルターを通して伝わっていること、そのフィルターをね、取り外して、本当のことを、伝えるというのが、まあ、僕らフリーのジャーナリストの役目かなというふうに思っております。まあ、ジャーナリストっていうか、まあ、ね、市民家なんですけど、まあ、YouTube でも結構動画配信してますし、まあ、このユーストリームのね、この場をもう少しうまく発信する場として活用していければいいのかなというふうに思います。まあ、でも今日の夜の畠山さんの生放送面白かったですね。久々にいろんな方のお名前をツイッターで発見できました。元気でなりうりです。まあね、私も、ジャーナリストの端くれとして、なんかうまく活動できる場があればいいなというふうに思っているところです。まあね、記者クラブがいいか悪いかって、まあ、いい方に持っていけばいいんですよね。よく見るのが、取材が終わった後、A 社、B 社、C 社、D 社が集まってメモしたことを確認して、何を報道するか伝えるか、数は合ってるかっていうのを確認してるんですよね。まあ、あんなものは必要ないんですよね。もう見たまま聞いたまま、まあ数字に関してはね、確認する必要があるかもしれませんけど、まあ何を報道するのか、何をね、メモチェックしてるのかわかりませんけどね。まあ僕らは独立系でフリーなので、まあ自由に書いてますけどね。まあ各社、会社の思惑があるので、そういうわけにはいかないんでしょうね。なかなか難しいところはありますね。
でも、なんというか、市民記者として、あちこち、まあ、参加することができるということは、非常に貴重な体験で、とてもありがたく思っております。ちゃんと取材のルールを守って、取材も行ってますし、この前の、神宮での大祓祭の時にも、民放の方と、こんにちは、というふうにして、頭を下げて、一緒に取材をしましたので、そういうところはね、お互い礼儀、マナーできちんとやっていけば、やっていけば、特に大きな問題はないのかなと思いますね。ただ報道する内容ですね、中身をきちんと伝えること。まあ、地元のマスコミで、そんなね、偏重報道っていうことは、これまでなかったと思うんですけどね。ないですよね。ありましたかね。ないですよね。僕が見た範囲では、そんなにね、あれ、この報道おかしいぞということは、あまり感じておりませんけど、もしございましたら、私までご連絡を お願いします。まあ、石原さんの問題はね、地元の新聞社と石原さんの問題なのでね、まあ、それはもう、それとして置いといて、まあ、要するに、我々、県民が知りたい情報が、ちゃんと伝わっているのかどうかということを、まあ、僕ら市民メディアがチェックすることも大事かなと思います。だから時の、PJ ニュースの方針の中で、時の権力者を監視すると、そういった意味でも市民メディアが必要であるということを聞いた覚えがありますね。時の権力者、そうですね、いろんな力を持ってる人、そういった方々の言動を注意深く見ること、いや、おかしいなと思ったことを声を大にして伝えること。まあ、それがね、まあ大事かな。ただし、ちゃんとした裏取りは行わなければなりませんけどね。まあ、それが取材ですね。はい、ということです。まあ、今私が一番気になってるニュースっていうのは TPP ですね。あまりね、TPP に関する議論っていうのが進んでいないですよね。まあ、国レベルでもそうですし、県レベルでも、まあ、畜産農家さんとか JA さんとか、まあ、関係あるところは、まあ、勉強会なんかやっておりますが、我々一般市民、ね、一般市民レベルでの、まあ、TPP に関する勉強会とか、いろんなね、勉強会みたいなものがね、ないんですよね。まあ、いわゆるプロ市民が主催するような勉強会ではなく、情報を情報としてね、きちんと伝える場、TPP はこういったことで、こういったことが行われてます。こういった問題点があります。こういったメリットがありますっていうようなことをきちんと伝えて勉強する場、学ぶ場っていうのがないんですよね。なんかというと、どっちかに偏ったね、話し合いとか、どっかに誘導したいような話し合いとかね、そういったのばっかなんですね。特に平和に関することなんかもね。まあ、誰も好き好んで戦争をしようとは思ってませんのでね。まあ、それはいいんですよ。ただ、平和ということで、なんか変な方向に持っていくそうな団体の勉強会なんかもあるんですよね。そういったことなくして、右も左も真ん中もみんな集まってね、まあ、本質を語り合う、学び合う、ね、勉強し合うと。そんなことしとかないと、日本という国は、おかしくなると思いますけどね。毎日本ってとこに僕入ってますけど、もうね、右や左や真ん中だっていうようなこと関係なく、このままでは日本が危ないんだよと。時間がないんだよって。僕らが住んでる日本のことについてもっと真剣に考えようというような場をね、作っていかないと、ちょっと、
怖いですよ。青山茂春さんがね、話をしてますが、あの番組、九州ではないんですよね。このまま2011年はこうなる宣言という番組を YouTube で見たんですけど、ちょっと怖かったですね。2011年がターニングポイントになるという話をされてまして、なるほど怖いなと思いました。そういったね、いろんな情報をね、伝える、知る、知って、どう行動するのか、どう考えるのか、どう判断するのか、そういったね、場というのは、これから必要ですし、のほほんと生きているような状況では危ないなと思いますね。そうですね。ですんで、まあ、記者クラブの問題にしてもそう、TPP にしてもそう、公定期にしてもそう、みんなでもう少し真剣に議論し合う、話をするということが大事なんですよね。この前の知事選挙のように、誰がやっても同じだという考えが根強く残っている状況では、日本という国は変わりませんね。ね、重い腰を上げて、よし、何か動こう、行動しようっていう日本人がどのくらいいるんでしょう。ね、ただ何かね、悪いことをしようと言ってるわけじゃないですよ。ね、悪いことを良くしていこうと、ね、日本がずっとこれからも、末長く、平和な国で、安泰でいるためには何をすればいいのかと。今どうすればいいのかと。本当に TPP やっていいのかと、ね。関税を撤廃してもいいのかどうなのか。もし関税を撤廃するんであれば、その前に何をしなければいけないのかというような話し合いというのがないんですよね。今年6月にはメドをつけようと言ってるんですよ、政府は。あと半年間ですよ。半年間のうちに、じゃあ、もし関税を撤廃した後の農業、水産業、林業、ね、様々な産業への影響というのはどうなるんだってことを試算もしてない、シミュレーションもしてない、何もやってない状況なんですよね。その中で、あと半年をめどに結論を出そうというふうに動いているっていうのもね、なんかおかしいですよね。そういったいろんなことを、まあ、日頃からね、なんかおかしいなーっていうような、目を持っていれば、ジャーナリストじゃなくても、普通の国民でもね、自分の意見を堂々と発表する。まあ、ほら、ブログもあるんでね、自分の思ったことを堂々と発表できる場っていうのはありますんで、本当、何が真で、何が義なのかということをきちんと見極めなければ、ちょっと大変だなという気はします。はい。ということで、今日は記者クラブというタイトルでお話をしました。じゃあ、また明日、4、5品5な夜をお送りしたいと思います。それじゃあ、今日はこの辺で。さようなら。